胴体で、ちょっと配信お休みするねとか、体調のことを報告するとね、みんなね、体大事にしてねってすごい言ってくれんの。ありがとう。優しかった。胴体じゃないのこれ。読み方わからん。なんて読むのこれ。胴体。胴体。胴体。いや、童貞違うんだよな。いや、童貞違くないけど、童貞じゃない。胴体。胴体。胴体。D、いや、こっちでも DT で伝わるの？なんなの？え？ D、D、D、E ですけど。え、だ、え、だ、13歳やぞ！日本じゃ普通だっつの！あ！なん、え？中国だと13歳でも、not DT？違うね。びっくりした。はい。はい。ないよね。びっくりした。いや、中国のこと教えてって言って、そんな爆弾から投げられるとは思わなかったよ。ちょっとお茶飲みます。よし、中国では31でも33でも、いや、悲しいこと教わなくても別にいいんだよ。最後まで DT を守れないやつに何を守れるっていうんだっていうね、あの名言が日本語にはあるんですけど、 DT すら守れないやつに一体何を守れるっていうんだ。本当にね、大事な相手ができた時に、あの、叱るべき手段を踏んで、はい、もうそんなことはいいんだよ。何言わせんだ。マシュマロやっていきましょう。はい。中国の緑帽子のネタってマサルくん知ってる？日本にも同じ言葉とかある？翻訳班さんからヒント。寝取られたの意味です。春秋時代、妻や娘を売春させて金を稼ぐ人が緑の帽子を着るということに由来。これは、知らなかった。緑帽子は NTR。 俺 NTR は属性ないんですよね。でもさ、NTR 嫌いって言うとさ、なんか、NTR の素質あるよって言われるじゃん。それ言われる？中国のみんなも言われる？俺、NTR 好きじゃないんですよ。これ、嫌だって言うとさ、素質あるねって言われるじゃん。困るよな、あれな。だからって好きって言うわけにもいかんしよう。あ、じゃあ中国で緑の帽子かぶると NTR 好きなのかなって言われちゃうのかな。へえ。妻は夫に裏切られないように目立つ帽子を買いました。はあ、大人だ。童貞はその知識を知らない。過去泣いている。大丈夫、俺も知らなかったから。一緒だよ。俺も初めて知ったよ。いや、勉強になるね。いや、ない NTR はダメです。うん、いや、純愛天下第一。イエス、そう、純愛天下第一。純愛天下第一。イエス。合言葉にしよう。純愛天下第一。イエス。純愛天下第一。イエス。オッケー。
オッケー。せず始まる？せず始まらん、始まらん。え、NTR 入る？ NTR 入るの？ここに。え、NTR 天下第一のーのー NTR のと天下第一て、純愛天下第一。うわぁ戦争起きちゃったのーあーあーあー、純愛天下第一、平和第一。じゃあ次行こうかな。嘘、純愛天下第一。スーパーチャットシェイシェイ。